アーマンド・イアヌッチは、スコットランド出身の映画監督、グラスゴー生まれ、ナポリ出身の父と、イタリア系スコットランド人の母を持つ。後に共に仕事をする俳優のピーター・カパルディとは、ご近所で、家が、隣同士だったが、当時は互いに、知り合いではなかった。10代の頃は、カトリックの司祭になるために神学校、グラスゴー大学、オックスフォード大学に通っていたが、 後に、コメディ作家の道に転向する。オックスフォード卒業後は、BBC スコットランドで、いくつかの番組を制作。その後、ロンドンの BBC ラジオにて、スティーブ・クーガン等のコメディアンの特集を組みながら、徐々に放送作家としての評価を高めていき、テレビでコメディドラマを制作するようになる。2005年からスタートした、コメディドラマ、官僚天国。 今日も辻褄合わせますが大成功を収め、英国アカデミー賞テレビ部門でも賞を受賞すると、2012年には政治風刺コメディドラマのビップ、ビープを制作し、プライムタイムエミー賞で作品賞を受賞、コメディ作家としての地位を確立する。また、映画業界にも進出し、初監督作品となったインザループではアカデミー脚色賞にノミネートされ、2018年には スターリンの早々競争曲を発表し、トロント国際映画祭で初上映された。ありがとうございます。